どうも、片瀬の7チャンネルです。本日はわかる？イエイ。私が多分世界で一番好きなこと、カラオケです。コロナ禍の前は週に 3,4 回行ってたの。もう本当にアホみたいに行ってて、で行ったら大体マスト3時間半4時間は絶対なのね。そこからもう無限に行けますけども、でね、この2年間ぐらい本当にカラオケ行けてなくて、でやっと今年ぐらいからね再開したんです。で今日はね、何するかっていうと、ただ私が歌いたい歌を歌って皆さんはめでてくださいっていう動画です。興味ない方はもう全然見なくて大丈夫ですっていうぐらい、本当に私が、好きな分だけ結構マニアックなというか、多分普通に皆さんカラオケ行った時に、え、あ、一応聞いたことあるみたいな歌じゃないかもしれないです。ちょっと癖が割と強いかなっていうのを厳選して私は今回歌おうと思います。まずはね、記念すべき1曲目ということで、もうね、この人の曲歌うとねキリがないんだけど、本当はこの人で6時間ぐらいやりたいんだけど、今日はちょっとね、ちょっとだけ。
大地さんの飛行船という曲なんですけども、これはね、勘のいい人ならばちょっと気づいたかもしれないけども、あのね、週一の、卒業の時にですね、三浦大地さんが私の前で歌っていただいたのはこの飛行船だったんですよね。でもともとすごく好きなんですけど、やっぱそのなんか思い出と相まってこの曲はすごく好きなんですけどもね、やっぱりねっていうのは私のオリジナルなんで、ごめんなさい、ちょっと空耳アワーみたいなところがあって、ちょっと言わないと頭おかしくなりそうなんで、ちょっとやっぱりねって言っちゃうんですけども、2曲目ちょっとラップやりたいな。この M フローの曲ですね。とってもすごく好きな曲です。 M フローは大好きですね。みんなもね、バーバルじゃないよ、バーバーって言ってね、うん、さあじゃあ次行こうかなそろそろちょっと激しめの行ってみようかなね。
来るのかなと思って。そうでしょう、うん、あなたをどうしたいどうしたいのかすごい答えを求めるよね、うん、このね私ねダムのこの音が好きなのね、これずっとこれ押してたくなるの、これを押したいためにずっと押してる時ある。それがすごいダムのいいとこ。エブリシングつながりでちょっとエブリシング的な。っていうモンドグロッソのフューチャリングボアですね。だから、ね、これはボアが歌ってるんですね。モンドグロッソがね大好きでね、モンドグロッソの曲はよく歌うんですけども、でもねこれを歌うとすごく年齢を感じるっていうかね、昔はね Everything is love ってすごい永遠伸ばせてたのに今ちょっと伸ばせない、ごめんなさい、うん、ちょっとねもうね終盤にいよいよね J-POP は終盤になってきましたよ。だからねみんなが求めてるか分かんないけども、なかなか私やんないよってところをちょっと一回見せつけようかなと思う。絶対これやんないの。でもみんながそうしたいってきっと思ってるだろうから、私がマイク持ってるってことはね。なんでちょっと調子乗ってみようかと思う。
デビュー曲歌っちゃったよね。ね、知らんけどっていう人もいると思うけどもね、ちょうどね20年前ぐらいです今から。でこれ私がね作詞をしたんですけども、編曲とかもねいろいろねミックスも関わってるんですけど、この曲はね歌詞ね作った時にね5分で書けたの。本当にびっくりぐらいするスラスラ書けちゃって、で私は視線じゃなくて曲を聴いて、もう曲をね海外の曲とかもう何百曲何千曲って聴いてこれをチョイスして、でそっからこの詞をつけていくんだけど、もうこれを聴いた時にピンときてこれだと思って、だから歌詞もうほんと5分ね、知ってる人はでもこの曲が私はね多分一番思い入れが深いというかすごく好きな曲です。次はね結構ね生配信の時にみんながわりかしねこの曲歌ってほしいっていうのがね結構多かった曲があって、それね私もその曲も私書いてるんですよ。19、20の頃の私が書いた歌だと思って。
な私の20代、ファンタジーという曲なんですけども、あの光の子っていうアニメがあるんですけども、その、主題歌になってまして、アニメ好きな方はちょっと知ってる方が多いかなっていう曲で、結構ねコメントでファンタジー好きですって人がすごく多かったので、ちょっと今日歌いました。あまりにもあのすごい 100% の前向きで、時が経ったんだなって感じてしまいましたけど、いかがだったでしょうか。ということでね、今日はJ-POP、 ちょっと私の癖が強いシリーズを皆さんにめでていただくというね、ただこれを見て感じてもらうっていう動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。私はちょっと今すごく汗をかいております。やっぱりカラオケっていいですね。歌っていいですね。皆さんもぜひカラオケに行って発散して、そして持っていただいて、素敵なあのカラオケライフをお過ごしください。今日の動画良かったよって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、好評だったらまたやります。